シャンチー、シャンチー、臓器、ピンイン、シュチョンチは中国及びベトナムで盛んな将棋類であり、二人で行うボードゲーム、万丈遊戯の一種である。中国では国家の正式のスポーツ種目になっている。中華人民共和国の非物質文化遺産に登録されている。この競技は中国語では臓器と呼ぶが、これは中国語で、 チェス類の一般表現にも使うため、特に区別する際には、中国雑器と呼ばれる。ベトナム語では、コートゥオンというが、日本語では、カートンと書かれることが多い。漢字表記に直せば、希少である。英語では、シュチョンチ、または、チャイニーズチェスと呼ぶ。国際組織である世界シャンチー連合会は、英語名を、シュチョンチとしている。日本語では、雑器。 中国臓器、中国将棋などと表記されることもある。世界シャンチー連合会に加盟しており、日本における国内競技連盟である日本シャンチー協会では、日本における故障、表記ともシャンチーとすることを定めているが、出版、報道では臓器という表記も行われている。例えば、2008年に開催されたワールドマインドスポーツゲームズ種目に、 本競技が取り上げられたことを紹介する新聞記事では多くの新聞でシャンチーの表記を採用している。これに対し工事園では第6版、岩波書店2008年 ISBN 978から40億80万1218でシャンチー中国臓器の両者が見出し語に加えられ語義の解説は中国臓器に記載されている日本における 有戯試験級の大一人者である、マスカワヒロシは、実証で、雑器という表記を使っている、などの例がある。日本オリンピック委員会、JOC では、シャンチーを採用している。シャンチーのコマは円盤型で、片面に文字が書いてある。コマの材質は木やプラスチックなど、すべてのコマの大きさは同じで、直径は2センチメートルから3センチメートル前後のものが多い。 コマの文字は、先手、後手の一方が赤、もう一方が黒。実際には、緑など、別の色のことも多いが、故障としては常に、黒と呼ばれるで書かれる。現代では、赤のコマを先手が使うのが普通である。コマは、数のように並べる。将棋と異なり、コマの向きに意味はない。実際の試合では、文字の向きがコマごとにバラバラになるのが普通である。赤が、 卒、手愛、黒が、小、ジャン。前後左右に一路進める。ただし、急軍から出ることはできない。また前述の王踏み王ルールのため、相手の卒、小と直接相対するような動きもできない。詰められると負けである。赤がしまたは、死、C、黒が、死、C、斜めに一路進める。ただし、急軍から出ることはできない。赤が、小、シャン。 黒が、象、シャン。斜めに二相似進めるが、駒を飛び越えることはできない。すなわちの位置に、他の駒、敵味方を問わないがあれば、その方向には進めない。このルールを再象眼、象王の目を塞ぐ、再シャンイエンという。したがって、駒に接する斜め四箇所に、他の駒があれば、どこにも動けなくなる。この状態は、再愛だあるいは、再象殿、象の他を塞ぐ。 サイシャンティエンと呼ばれる。なお、中央の川を越えることはできない。赤が車、または車、中、黒が車、中。縦横に何字でも進める。将棋の飛車と同じ動き。なお、車という字は通常、チェイと発音するが、雑木の駒の場合は、獣と読む。赤が馬、または、まあ、黒が馬、まあ、八方、 カツラやナイトと同じ動きだが、駒を飛び越えることはできない。すなわちの位置に、他の駒、敵味方を問わないがあれば、その方向には進めない。このルールは、サイバ脚、馬の足を塞ぐ、サイマーチャウと呼ばれる。したがって、駒に接する上下左右の四箇所に、他の駒があれば、どこにも動けなくなる。この状態は、サイ発砲が、馬の発砲を塞ぐ、サイパーハンマーと呼ばれる。 チャンギの馬も同様の動き。まず隣に一マスの位置に移動し、さらに斜め一マスの位置に移動するというイメージを持てば裁判客も理解しやすい。赤が方、または方、パオ。黒が方、または方、または方、パオ。縦横に何時でも進める。敵の駒を取るときは、他の駒を一つ飛び越えなければならない。飛び越えずに敵の駒を取ることはできないし。 取らずに飛び越えることもできない。飛び越えない場合は、将棋の飛車と同じ動き。赤が、兵、ピン、黒が卒、通。前に、一路だけ進める。川を越えると横にも、一路進めるようになる。このゲームの正誤はこれ以外はない。シャンチーの寄付では、一つの手は、コマの名、移動前のコマの位置、移動方向、移動後の位置、上下に直進する場合は、 移動量各一文字の組み合わせで表される。番の上下方向には名称がついておらず、位置は縦の列、左右方向でのみ指定する。それぞれの自陣から見て右から左に、先手は1から9、後手は1から9の数字で表す。駒の名としては、卒、小、死、死、宗、像、車、馬、頬、兵、卒のいずれかを用い、車、馬、 法については、赤と黒で区別しない、車、法、包みの表記は用いない。移動方向は、進む、前進、将棋の、上、対、交代、将棋の、陰、平、水平移動、将棋の、よりのいずれかである。例えば初手で、赤が、右の方を中央に移動させた場合は、法に標語という。同じ列に、同じ種類の駒が2枚。 または3枚ある場合、車、馬、方、兵、卒については、駒の名の前に、前、後、中をつけて区別する。この場合、曖昧さを生じなければ、移動前の駒の位置は表記しない。そう、像や死、死に関しては、同じ列にあっても、移動方向で区別がつくので、前、後を記す必要はない。理論的には、4枚、または5枚の兵、卒が、 同じ列に並ぶ可能性もあるが現実問題としてはほぼ起こり得ないためその場合の表記方法は決まっていないコンピュータ上ではそういうわけにもいかないのでいくつかの方式が提案されている手数はチェスト同様先手と後手の着手をひとまとめにした介護によって数える盤面図を描くときは先手側が下に来るように描き黒のコマは 白黒反転することで表す。英語圏などでは漢字を使用せずに寄付を表記する必要があるが、その方式は一定していない。世界シャンチー連合会による方式、WXF の立ち音が公式に定まっている唯一の方式であるが、これは漢字による表記を直訳したもので、コマの名前をアルファベット1文字で、卒、小、イコール K、C、C コール A、そう、 増イコール E、馬イコール H、車イコール R、法イコール C、兵、卒イコール P、移動方向は、進む、対、平らを、それぞれ。で、前、後は、駒の名の後ろに、をつけることで表す。例えば、法二標語は、C2.5 と表される。シュチョンチレビュー、XQR 方式と呼ばれているものも、ほぼ同様であるが、駒の略語が、少し異なる。 G でし、し、B で、そう、ぞ N でうまこと、平らを、イコールで表すことなど、多少の違いがある。他に、地図の大数式表現をそのまま応用した、方式などがある。ベトナムでは、中国式の寄付をそのまま、クオックグーで表記するか、それを省略した記号的な表記が使われる。後者は、一見、WXF 方式に似ているが、 コマの名前にベトナム語の名称の頭文字を使っており、記号の対応も異なる。法二標語であれば、不二 BNH 語、または p 二から語と記す。シャンチーの千日手の規定は非常に複雑である。原則として、相手が対応せざるを得ないような攻撃によって、同一局面を繰り返すこと、その典型的な場合が連続王手による千日手は禁止されてり、 三回繰り返す前に手を変えなければ、たとえそれ以外に動かせる駒がなかったとしても、攻撃している側の負けとなる。ただし両者が共に禁止されている攻撃を行っている場合は、引き分けとなる。それ以外の場合は、引き分けとなる。中国の国内ルールでは、小、大手、札、詰めろ、即、駒あたりをまとめて、打と呼び、打の連続による千日手は攻撃している。 側の負けになる。このうち特に問題になるのが、即でのように、例外の多いルールとなっており、まさしく判断するのは難しい。現在の公式試合で通常を使われている2011年試行版のルールブックは、全141ページのうち90ページ以上を、1000日での説明にやしている。アジアシャンチー連合会による国際ルールも同様に複雑だが、 中国ルールとは異なっていて、例えば詰めろの連続による千日手は引き分けになる。なお、公式試合の中には二十五回後五十手以内の引き分けを禁止しているものがあり、この場合は二十五回後以内に千日手引き分けにすることが許されず、先手が手を変えなければならない。将棋の振り駒のような、先手、5手を決める、決まったやり方があるわけではない。赤と黒の駒。 方が、普通を一枚ずつ両手に握って当てさせたり、トランプの1から10までのカードを引いて、数が多い方に、先手、後手のどちらを持つかを決めさせたりする。シャンチーの持ち時間は、チェスの方式を元にしており、秒読みは存在しない。対局時計は競技者自身が操作する。具体的な方式は大会ごとの違いが大きいが、最近の主要な大会では、 持ち時間60分、一種質ごとに30秒追加、チスのフィッシャーモードに相当のように決められていることが多い。持ち時間が15分以内の早指し、回帰大会も盛んに行われている。引き分けによる無勝負を避けるための追加試合、火災では先手の持ち時間を後手より多くしておき、その代わりに引き分けは後手の価値とすることがある。 手合割りについての公式のルールは存在しないが、慣習として、駒落ち、上下と、下手が最初にスーって刺すことができる方式、譲る先がある。駒落ちは、上手が車、馬、方のうち一枚、または複数枚を落とす。馬を片方、または両方を落とすことが最も多い。下手が最初にスーって刺すことができる方式では、一先、通常の先手、二先、 ヘタが2種子してから、上手が刺す、3先、ヘタが3種子してから、上手が刺すなどがある。ただし、同じ駒を複数回動かしてはならない、上手の駒を取ってはならない、駒が川を越えてはならないなどの制約がある。シャンチーの序盤は一般に、将棋やチェスよりも短く、ゲームが始まってから双方が10手ほど刺す間を、序盤とする。卒、章は、序盤のうちは、 初期位置から動かすべきではないとされる。将棋において威力が避けられるべきというのとは対照的である。囲いのようなものもないが、敵の方から卒、将を守るために、死や像を中央に積み上げる形はよく見られる。ただし、あまりにも早いうちに、死、像を上に上げると、自分の車や方が横に移動できなくなる。理論上、初手としてあり得る手は、 左右対称型を除いて23通りある。しかしそのうち刺す意味のある手はそれほど多くない。将棋と同じくシャンチーで攻撃の主体になる駒は車なので、まず車を活用する必要があるが、例えば車を初手で上に上げると即座に敵に馬を取られてしまう。オンラインのサイト、雑木百科前書号やオープンソースのシャンチー対局、寄付管理プログラム、 増岐阜氏の作者である、福丹大学の木屋下は、地図のエコに習って、2004年に8197の、寄付を、序盤の戦形ごとに分類し、エコと名付けた。以下は、エコで、採用数の多い順に述べる。とうとう法とも呼ぶ。昔から現在に至るまで、初手で最も多いのがこの形で、エコによると4959曲。 全体の60%を占めていた。中方は方を中央に振って、敵の守りの要である中央の卒に狙いをつけ、同時に敵の方による自分の馬への当たりを外して、車が自由に動けるようにしている。放置して、中央の卒を取られると、後手は、視野像が全く動けなくなって窮地に陥る。これに対して、後手の指し手にはこちらも、方を中央に振り、 中央の卒を取られた時に死で守れるようにする。順手法、または順、法、法八票も、逆の方中央に振る逆手法、または列手法、列、法、法二票も、両側の馬を上げて、中央の卒を守る。秒部馬両側の馬を上げるがその間に、法、通常は法八対ラ6を挟む。半9馬、片方の馬を端に跳ねる。単飛下げ馬馬二進三 馬八進級などのディフェンスがある。なお、中方より一つ少なく振る、方二平四のを、地下の方、逆に一つ多く振る、方二平六のを、下級、方と呼ぶが、初手に刺される頻度は、あまり高くない。中方の次に多い初手で、エコでは1669曲、20%を占める。相手の手に乗って刺す刺し方。5手も、 同様に卒三進一と指すと穏やかな進行になる。方八表七と伸ばしてきた兵を狙う、卒定方と激しい序盤になることがある。他に、小手には、中法や秘蔵など選択肢が多く、変化を暗記するのは困難である。初手で層を中央に上げる。エコでは957曲、12%を占める。比較的最近に整備されたオープニングだが、 統計によると、他のオープニングよりも引き分けが多い。まず自分の卒を安全にしてから攻めようという手で、後手の対応としては下級、方、方8票4や、四角、方、方二票4から、左側の馬などを上げていく方法などがある。やはり中方や飛走などの対応も可能である。初手で馬を上げる。エコでは293局、3.6%。 守りを重視した作戦だが、その後、高二票一、車一平時のように車で二筋を制圧する、狙いもある、この三手を三歩虎と呼ぶ。後手の対策としては、先手に馬の前の兵を上げさせない、卒七進一が多い。逆の側の卒を突き、卒三進一、先手も、表像進一と進めると、千人指字に交流する。中盤は、 多くの駒によるねじり合いで、ゲームの進行の中で最も複雑な部分である。定石化されておらず、序盤や終盤に比べて長い考慮時間を費やす必要がある。日本の将棋と違って、シャンチーは、最初から駒と駒の間に、隙間が多いので、攻め駒は、簡単に敵陣に侵入できそうに見えるが、敵陣内に駒が多い状態で駒が一つだけ。 侵入しても大きな効果を上げることはできず、敵陣に入った駒が帰って攻撃目標にされてしまう。特に車や頬の横利きを使った反撃は強烈である。頬で敵陣の駒を取るときは、取った後の方が動けなくなる可能性をあらかじめ考慮に入れておく必要がある。とかする馬や兵が離れ駒にならないように、前もって、車、 砲を川のところに上げておく手法はよく用いられる。車を使って縦の筋を制圧するのは効果的である。特に球宮,宮の両端に当たる四筋と六筋は、あばら道と呼ばれて重視される。攻め駒、車、馬、砲と守り駒、死、像の交換は、ほとんど常に攻め側の損になる。敵の守り駒を除くには両取りなどを利用することによって、 攻め駒を取り返されないように注意する必要がある。終盤は攻め駒が少なくなった状態である。中盤に比べると駒が少ない分変化の数は限られる。一般に受け側の死、像が全部残っている場合、攻め駒が一枚では積まないことが知られている。したがって、例えば自分の攻め駒が車だけ、相手が車、頬を持っている場合は、 自分の車と相手の方を交換することで引き分けを狙うことができる。中国で寄せを説明するときは、基本的な詰め方に名前をつけて、それを数十種類上げるのが常である。例えば、上記の寄付の例に挙げた罪の方にも、文具札という名前がついている。しかし、それで全てを網羅しているわけではない。以下に、いくつかの例を挙げる。 日本の詰将棋やチェスのプロブレムと同様に、シャンチーでも残局が、実戦から独立したパズルとして楽しまれている、敗局と呼ぶ。ただし、詰将棋とは異なって、卒と将は、両方存在し、かつ大手の連続で詰める必要はない。また、最後が引き分けになる場合も存在する。渦は、七千周回という名前がついており、新武山編、千八百巻。 百局0曲像寄付、1801巻、畜公祭将棋婦参集、1817巻など、様々な記書に載っている有名な廃局。1916年に英訳されている。本来の作者は不明である。一見したところ赤は受けなしに見え、大手の連続で黒を詰めなければならないものに見える。また、赤の攻め駒は豊富で、簡単に詰みそうに見える。 しかし実はそれは罠で、例えば、一、法二平四卒号平ラ二、車日九9は、二、増五対七と逆王手をかけられて、赤が負けてしまう。即罪は存在せず、従って、赤は巧妙な方法で詰めろを外し、その後の黒からの猛攻に耐える必要がある。互いに、最善の手を指した場合、最後は引き分けに終わる。現在、愛好者数は、約億人で、 チスの3億人を超え、世界でも最もプレイヤーの多いゲームである。しかし、日本国内での愛好者数は20万人であり、将棋の1、500万、囲碁の600万人、チスの100万人に比較しても馴染みが薄い。全国増基金表彩は1958年から、ある選手権で、男子、女子それぞれの個人、団体戦が行われる。参加資格は、 前年の成績や、レーティングなどによって定められ、誰でも参加できるわけではない。全国臓器等級祭は誰でも参加でき、成績優秀の者のには、大師、一級、騎士、二級、騎士、三級騎士などの称号が与えられる。全国運動会などのスポーツ大会の種目にも、シャンチーが含まれている。中国には、他のプロスポーツと同様に各地にシャンチーのプロチームが、 存在する。シャンチーの専業プロはチームから支払われる給料と対局費を主な収入としている。プロチームが参加する最大の大会は約半年をかけて戦われる全国臓器高級、ね祭で12の高級チームがリーグ戦を行って順位を決める。下位の2チームはおつきゅうと入れ替えになる。この他にも様々な大会が存在する。 アジアシャンチー選手権はアジアシャンチー連合会が主催し、奇数年に個人戦、多数年に団体戦が行われている。世界シャンチー選手権は1990年から開かれ、はじめは世界シャンチー連合会準備委員会が1993年からは世界シャンチー連合会が主催している。1991年からは奇数年に開催している。 アジア室内競技大会、アジア競技大会、ワールドマインドスポーツゲームズでは、シャンチーが競技種目に含まれる。日本シャンチー協会の大会には、全日本シャンチー選手権大会、日本リーグ、全国選抜トーナメントなどがある。将棋でいう団球くらいのようなものは存在しない。ジスに倣って各機関がタイトルの認可を行っている。ただし、台湾では、 日本と同じような段級異性をとっている。中国国内では、中国臓器協会が、騎士のレーティングによるランキングを発表するほか、特級大使、グランドマスター、大使、マスター、1級、騎士、2級、騎士、3級騎士の認可を行っている。2012年末の段階で、現存する特級大使は、男子が28人、女子が22人である。 称号は一度取ったら、生涯持ち続けることができるので、必ずしも特級大使が大使より強いわけではない。世界シャンチー連合会のタイトルには、特級国際大使、国際グランドマスター、国際大使、国際マスター、記念大使、フェデレーションマスターの3種類がある。アジアシャンチー連合会のタイトルには、アシマ特級大使、アジアグランドマスター、アシマ大使、 アジアマスターがある。以下は、複数回全国優勝している競技者である。シャンチーの盤面状態の種類は10、ゲーム機の複雑性は10と見積もられている。この数値は、シャンチーがチェスよりも複雑だが、将棋より単純であることを意味する。国際コンピュータゲーム協会、アイクガの主催するコンピュータオリンピックには、1989年、以来シャンチーの部門がある。 台湾では1980年代よりシャンチープログラムの開発が始まり、1998年には国立台湾大学のエルプというプログラムが正式の大会に出場して5段と認められた。2001年には6段に昇進。また、1999年以降、人間の高段者とコンピュータの対戦大会が毎年行われている。 中華人民共和国は研究で台湾に立ち遅れていたが21世紀に入ると超速の進歩を示し2008年のコンピュータオリンピック北京大会では1位から8位までを中華人民共和国のプログラムが独占し1位は移転賞機インテラ2006年よりコンピュータゲーム選手権が行われている2006年には863計画の 成果とされるスーパーコンピュータ、波テン非常で動くシャンチープログラムと魔の大四五人との対戦も行われ、3勝2敗を引き分けでコンピュータが勝利した。チスの場合と同様、思考エンジンを差し替えたり、エンジン同士を戦わせたりすることができるソフトウェアも多い。エンジンが使うプロトコルとしては、チスと同じウィンボードや UCI プロトコルの他に、 キーイン本の独自プロトコルや、うちなどがあり、プロトコル間の変換プログラムも開発されている。また、多くのソフトウェアは、寄付の保存や読み込み、再現ができるが、寄付のフォーマットは統一されていない。JIS の PGN が使えるようになっていることが多いが、同じ PGN でも、寄付の書き方が統一されていない問題と、PGN 自体の機能不足、変化手順を記すことができないの問題がある。 オンライン対局サイトもサイトごとにファイル形式が異なる。チェス、囲碁などの他の盤上遊戯と同様、シャンチーもインターネット対局が広く行われるようになっている。最初期のネットワーク上のシステムとしては、1993年にハーバード大学にいたチンアサヒによって設計された X があり、これはクライアントサーバー型のシステムだった。 X は現在は運用されていないが、ASCII による寄付の表記方式の一つである X、方式に今もその名が残っている。中国には、電気園というシャンチー対局の専用サイトがあるほか、オンラインゲームサイトの、ツラネ州や、救急遊戯などでもシャンチーの対局ができる。ほとんどは専用のソフトウェアをダウンロードして、サイトに登録する必要があるが、システム言語が中国語になっていないと、 ソフトウェアが動かない場合がある。日本語が使える対戦サイトとしては、スティン・プラック・ブレイン・キングなどがある。英語のものは、クラブ・シチョン・チ・チャスケイップなど、数が多い。シャンチーのルールの曖昧さ、特に、千日手関係のと、寄付表記の不統一は、コンピュータインターネットで問題になるため、対局サイトが独自のルールを定義していることもある。シャンチーは、 他の将棋型ゲームと同様、インドのチャトランガを起源とするとされる。造木という言葉自身は、先進時代から見られるが、当時、木といえば六白というダイスゲームを指しており、ここでいう造木は、造木で作った六白の駒の意味で、現在のシャンチーとは、無関係だった。また、北州、六世紀の武帝は、将棋というゲームを考案し、造業という書物を表した。 現存せずが、これもダイスゲームの一種で、現在のシャンチーとは、無関係と考えられる、を参照。新末漢書時代に活躍した関心が、疎官戦争をモチーフにして、シャンチーを考案し、兵士に教えていぶしたという伝説もあるが、詳細は不明である。チャトランガ系のゲームが、文献に、初めて現れるのは、東大で、太平後期に収められた東大の小説集。 限界録の一辺に、将棋の駒の動きを想起させる記述が残されている。小説である上に、解釈の難しい箇所があるため、この文章から、当時のルールを知ることは難しい。一応以下のことが言える。限界録と、ほぼ同時期の白、巨衣、和春新20種には、鼓を投げつぼこ、平置将棋者。と言っており、これもチャトラン楽系のゲームを指していると見られる。 他に、宝蔵、盆毛教菩薩解本書で賭博の一種、涙災疑について、是災国平義法。いい二人各州二十余り小玉、上像ある馬、お局道書総督用路も、ため活や。と言っているのもチャトランガ系のゲームかもしれない。現在式、シャンチーが発生したのは、壮大と考えられている。北曹末期の女性詩人である、リキオテルによる、ダバズ行に、 シャンチーと同じ配置の図が紹介されており、基礎、在位1101から二十五の遺物とされる、シャンチーの駒や、北総の首都であった開封から出土した、シャンチーの駒が発掘されている。開封の駒は、現在のシャンチーと同じ七種類、小、子、像、車、馬、宝、卒で、円形の同性の駒で、裏には、それぞれの駒に対応する絵が描かれているが、死は、 女性で、法は透析期になっている。11.12世紀の頃には、正確な競技方法は不明ながら、様々なルールの異なる臓器が刺されていたらしく、リキオテルのダバ図行所、1134には、大正将棋という語が見える。また、アキラホの高将棋図書、ケアバラ州初集では、当時刺されていた臓器が、十王十一素地で、 駒マは34枚だったと記している。アキラホの自身は、以後と同じ19素地で、駒マが98枚の交渉儀を考案している。13世紀の琴林早し後期には、臓器の寄付が残されているが、そのルールは、現代のものと同じである。ただし駒の色は、赤と黒でなくて、白と黒になっており、駒の名称はどちらも、小、死、像、車、馬、宝、 卒で、区別がない。南相松の宮廷には、木町章という、ボードゲームの専門家が雇われており、十人が、シャンチーの専門家、うち一人は女流であった。秋代に入ると、駒のデザインも現在と同じようになった。また、シャンチーに関する書物や、寄付も増加した。立花中飛、1632巻には、馬落ちの寄付が載っており、 小間落ちが普通に行われていたことがわかる。侵害革命以降、上海の時事新報、日本の時事新報とは無関係をはじめとして多くの新聞にシャンチー専門の欄が設けられた。中華人民共和国では1956年に公式ルールブック中国臓器規則が発行された。その後、数字にわたって改定されている。署名も1960年に 中国臓器競り再規則、1999年に臓器競り再規則と変更された。現代のルールは持ち時間制度や先手、小手の決め方など多くをチェスに習っている。文化大革命中はシャンチーも打破すべき旧文化の一つとされ、全国大会も1966年を最後に開かれなくなっていたが、1974年には復活した。 公式ルールは赤を先手としている。このように定められたのは極めて新しく1981年のようである。シャンチーが日本に伝来した時期は明らかではないが、沖縄諸島には比較的早い時期に伝来したものと考えられる。沖縄地方に伝わる万丈遊戯であるチュンジーはシャンチーとほぼ同じルールである。1972年、日本と 中華人民共和国との間の国交が回復した年でもあるに近代将棋史でシャンチーの紹介がなされたことで日本の将棋愛好家を中心にシャンチーが知られるようになった。1973年には将棋史の大山康春を中心に日中臓器協会が結成され、翌年から日本国内でも同協会による全日本選手権が毎年開催されるようになった。 1991年には国際組織に加盟するために協会を開祖し、名称を日本シャンチー協会と改めた。この際、開祖に反対する一部の役員が脱退し、全日本選手権の分裂開催を拡作するなどの混乱も見れたが、関係者の尽力により分裂開催は回避されている。日本シャンチー協会は開祖した翌1992年に、 アジアシャンチー連合会に加盟し、1993年に発足した世界シャンチー連合会にも発足と同に加盟している。2008年現在、中国を中心に5億人の競技人口を持つ。2008年、中華人民共和国の北京市で開催される第1回ワールドマインドスポーツゲームズにコントラクトブリッジチェスドラフツ、チェッカー。 以後と共にシャンチーが正式種目とし行われることになった。シャンチーは開催国である中国側の強い要望により正式種目に加えられたとされる。この大会には世界143カ国、地域から2763人が参加し、シャンチーには32カ国、地域から198人が参加した。日本からも各競技に代表選手を選出しており、 シャンチーには、棋撃士の諸子、カズハルラ8人が参加した。日本代表は、男子団体、女子団体は、不参加、男女個人戦などに参加し、男子団体で18チーム中14位などの成績となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。